今日22日二十四節気の冬至です。この日は北半球では夜が最も長く昼が最も短くなります。よく耳にする冬至という言葉、どんな時期か見ていきましょう。まず1つ目は寒影。寒々とした影帽子や物の影を寒影と言います。寒さが厳しい頃に地面に映る自分の影帽子はいかにも寒影という感じがしますが、冬の日だまりの中を一緒に歩いてくれる友と捉えることもできます。背中が丸まっているじゃないか、寒いけど背筋を伸ばそう、寒影はそんなことも思わせてくれます。冬至の第1日目は1年で影が最も長い日です。冬至に自分の影を観察してみるのも楽しそうです。2つ目は数え日。今年もあと何日と指折り数えるほど暮れが押し詰まることや、その押し詰まった日のことを数え日と言います。慌ただしい時期ですが、心の持ち方や段取りの仕方などで随分違ってくるものです。備えるべきことは備え、ゆったりとした心持ちで数え日を過ごしたいですね。3つ目は初明かり。元日の明け方の光を初明かりと言います。初日が昇る前、すでに空には初明かりが広がっています。初明かりは新年の季語で多くの俳人に詠まれています。身の引き締まるような寒さの中で見る初明かりは、生きている実感や一年の希望を感じるものです。初日の出を見るときは、その前に初明かりを味わうこともお忘れなく。現在の太陽暦では、冬至の期間は年の瀬から新年へ移り変わる時期にあたります。健康に気をつけて、1年の締めくくり、気持ちよく新年のスタートを迎えるようにしましょう。今回ご紹介したこちらのトピックスは、スマートフォンアプリウェザーニュースからも見ることができます。ぜひご覧ください。